光に生きる者の前に広がるのは自らの光が生んだ深く空虚な暗闇のみ。光が照らすほど影は一層深みを増す。真実を見るには光と闇両の目が必要なのだ。そうだろう、我が娘よ。ちびすけ、よく来たな、私の可愛い娘セレッサよ。ああ、なんてことだ。どうしてそんな険しい顔をしている。子供の頃は太陽のような笑顔を見せてくれたのに。あんたがルーメンの賢者の最後の生き残りね。その通り、私の名はバルドール。お前さえよければこう呼んでくれてもいい。ファーザーと。忘れてしまったのも無理はない。もう500年もの年月を重ねるのだ。お前が覚えていればもっと感動的な再会になっただろうに。寂しいことだ。その子をどうしたの？さて、どこから話そうか。我々ルーメンの賢者とお前たちアンブラの魔女はそれぞれが世界の目となって歴史の観測者としての役目を果たしてきた。全てはこの宇宙の存在を。保ち続けるためにだ。だがお前は500年もの間世の趨勢から遠ざかってしまった。闇の左目を受け継ぐものでありながら。下手な謎かけはやめて、その世界の目の正体をはっきり言いなさい。500年の封印がそれすらも忘れさせてしまったとは。三位一体世界の主神ジュベルウスの復活が目前まで迫っているというのに。失われた500年の記憶を補い観測者の目を覚醒させる方法はただ一つだけ。歴史が形作られる様をその目に焼き付けてやればいい。神々をほふり苦難を超えこのビグリッドで身をもって体験した全てが海岸を促すための貴重な旅なのだ。世の観測者たる闇の左目の名。つまらないごたくはもう結構よ。もう一度だけ聞くわ。その子一体どうしたの？すでにもう答えたではないか。闇の左目を開眼させるには歴史を形作る自らの行いを己の目で客観することが肝要。あんた本当に救いようのないクズだわ。ああ、救いか。なんと気になる言葉だ。救いの道をいくら光で照らせども、その光が強く輝くほど人々の心の闇はますます深くなる。光、闇、その狭間にある混沌、その三位一体世界を統一し原初の宇宙を創造するより救いの道はない。この計画の実行は
500年前の復活祭まで遡る。人々の猜疑心を煽り、魔女狩りへと先導をしたのだ。その結果、復活に必要な主神への信仰心は強固になるも、闇の左目の奪取には失敗。私はその後の500年を町の勃興に費やし、計画が結実する機会を待つこととなった。そう、主神ジュベレウスを復活させ、我々二人が神の目となって新たなる宇宙を創造する時をな。マミー、全ての悪夢の元凶がまさか自分の父親だとはね。素晴らしい熱弁だったぜ、ルカ。ずいぶん大風呂敷を広げたもんじゃねえか。ああ、イザベル社の大将さんよ。救いだの、光だの、さっきからクソ真面目な綺麗事を山ほど並べ立ててるようだが、全く気味が悪くてヘドが出そうだ。お前のようにうさんくさい輩が大勢歴史に名を刻んでるぜ。誉れも高い大量虐殺者の汚名をな。君は確かジャーナリストのルーカー君。正直に言って、君がここまでたどり着くとは思わなかった。父親譲りの才能かな。何？それにしてもルーカー君、君の父上には私の理念を分かってもらえなくてね。この私の身辺を嗅ぎ回るのは構わないが、良くない噂を方々で吹聴されるのには手を焼いた。なかなか見つからなかったセレッサの居場所を突き止めてくれたことは大変感謝しているが、それが済んだところで彼にはご退場いただいたよ。この世から永遠にね。なんだと貴様！君のような男でもただ捨てるというだけでは品がない。せめて死に方くらいはお父上と同じにしてやる。せっかくの思考が無駄になってしまったな。こうした犠牲が出るのは胸が痛い。一刻も早く我が理念を成就させなければ、幾度も悲劇を繰り返すことになる。悲劇といえばあのジャンヌだ。お前を湖にかくまうなどという真似をしてくれたが、我々の手に落ちてからは実に優秀な働きをしてくれた。もっとも最初は聞き分けがなかったので、少々精神改造させてもらったがね。そして最後は泣かせる別れを演出し、お前をここまで届けてくれた。さあ、闇の左目の海岸はまさに目前だ。恐れることは何もない、愛しのセレッサよ。そうだセレッサ、運命を恐れるな。
今こそ困難に立ち向かい、己の真なる力に開眼するのだ。さあセレッサ、我々は今一つになるのだ。
ベヨネッタ、お前ってやつは全く大したやつだぜ。あんた何も見てなかったでしょ。見なくたって。どうやら終わったようだな。まだよ。今までの夢、全部夢だった。あんたは強い子よ。もうどんなことにも立ち向かっていけ。探し物は見つかったの？ええ、やっと見つかったわ。だから心配しないで。あんたも宝物を大切にね。
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words.宝物は絶対になくしちゃダメよ。いい？チビスケ。こうやって大切にね。私は恐れないわ。もうどんなことにも立ち向かっていける。ベヨネッタ、どうしたんだ。これで全てが揃った。光の観測者、光の右目と闇の観測者、闇の左目、世界を観測する二つの目がな。我が計画にベヨネッタなどという名の女は必要ない。鍵や元より過去から呼び出したお前セレッサだ。その無垢なる目に歴史の創造を観測させ、失われた500年の記憶を保管する。そして時は巡り、ついに闇の左目を開眼させたのだ。よくぞ我が計画に間に合ってくれた。さあ始めよう、セレッサ。来るべき時は来た。今より主神ジュベレウスが権限を果たす。セレッサよ、私と共に神の目となって、宇宙の創造主として、そしてその観測者として、未来永劫その営みを見守り続けよう。この世のすべてに主神ジュベレウスの祝福あれ。What you've been waiting for? Angel Attack! Ready?